今日は福岡県八女市常陽町を歩いてみたいと思います。常陽町には13の石橋が現存し、人気の観光スポットにもなっています。鮮玉メガネ橋ですね。これ明治26年に作られてます。この地区はね、本当に石橋がめちゃくちゃあるんですよ。こっちから見た方がいいですよ。いや、下からもなかなかない。これさ、下降りれるの？いや、あっち側から。あ、あっち側からもね。うん、ちょっとこれ渡ろうね。明治時代よ。叩いてたら俺だ。これ？うわ、すごいこれ。ねえ、古いね。素敵なデザインや。でも、のどか。うん。でもすごいねこれね、左右からこうギュッとで落ちようになっとっちゃろ。よう石が上げん、なんか詰めてね、できるね。すごいとこだ、この技術が。詰めて、うん、うん、隙間がないやん。渡ろう。なんかこれよく見たら逆ハートみたいに見える。さあ渡ります。あ、なんか空気が澄んどる。今日のランチはこちらでいただきますよ。ここね、ちょっとネットで見たけど、めちゃくちゃいい感じのお店でした。お料理が楽しみです。なんか美味しかね、コードの飲むの。すごい、お肉がめちゃくちゃ綺麗でボリュームがね、これ結構量あるね。お腹いっぱいになりますね。お肉のご説明させていただきます。はい、ちょっと笹の葉の絵になってるのが柔らかしお肉で、非常に柔らかいお肉になってます。真ん中のこちら、細長く切ってるやつですね。色破りで対照的にコリコリした食感が取りとなってます、うん、で一番最後のがですね、こちらですね、博多千鳥の中華の柔らかさのお肉になってます。こちらの方が真ん中からレバー、スモージー、じゃあいただきます。何から、これがなんかやばい鳥だって。あ、これくっ、ね、でかいよ。あ、なるほど。これ皮を下、皮を下、うん、でっかいね。ちょっと野菜も、
どれが博多地鶏？あ、これね。だけこれがやわ。うん。これがコリコリ。うん。これはその中間。なるほど。で、インシャッター、インシャッター。まずこれからやね。知らんけど。うん、知らんけど。知っとるやろ。これがね、ここに加えとかんとね。あ、もうどんどん焼いていきようとね。まあ置いとこうか。もう置いとかんと。焼きもね。置いとかな。ちびちびやっとってもしょうがない。うん、よし。日本酒みたいな、うん、色がねめちゃくちゃ綺麗。お肉の絶対美味しいよ。でも多分ここはね、これ別は普通に予約をしてきた方が確実かも。どれ食べてもいいわけだ。今日私たちはねオープン前に到着したんですよ。お味噌汁具沢山よ。うん。そしてこの、かしわ飯もついて1800円。そして池ちゃんたちのちょっとリッチなセットが2650円です。種類があるけど、いや絶対ね内臓系好きな人はあっちを頼んだ方がいい。ちょっと待って、このかしわ飯開けてみましょう。これをそのままお持ち帰りしてもいいんだって。じゃーんじゃーん。おー、よう入っとるね。絶対いいやん。しかもずっとここここだけ、うん、美味しそう。ちょっと食べるって感じちゃう。あ、美味しかろ。レバーいただきます。ちょっと待って。レバーね、つかみ食いね。うん、あ、もちもち美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ごめん、うん、鳥？あ、鳥やね。うん、うん、すごい野菜がめちゃくちゃ入っとる。大根が、うん、あんだけ出張しようったのに世の中がいいかな。テレワークがしているのに、うん、あんだけ出張しようったのに使わなかった。柚子胡椒でいただこう。柚子胡椒かかる人ってかかるね。では、めちゃくちゃ美味しい。なんか全然やばらば。美味しい。本当本当。なんかやっぱ柚子胡椒もう一本食べる。美味しいわ。熱いけど美味しい。鶏美味しいね。美味しい。うん。塩コショウ。美味しい。うどんとかも絶対これ入れたら美味しいもんね。ほら、色がね、色とか赤とか緑とか。うん、どうぞ。顔色が悪いって言われるんだよ。飲んだら。うん、これ横もさ綺麗に石を描いてありますね。これ計算してね作ったわけ。本当に綺麗にね組んである。
八女郡って書いてありますが、今ここは八女市になってますからね。その当時の学校ですね。廃校ですね。時計は止まったままか。これ平成11年ってなった、まあ、廃校はでも平成なんやろうね。あ、金次郎くんがおる。創立100周年か。ほら池ちゃん、金次郎お坊ちゃまがおるよ。これ多分国旗をあげるやつかな。昭和31年寄贈って書いてある。プールだ。生命保険会社有志プール昭和61年。あ、小さいね、うん、これ、うん、25m か。これって何、ここ、なんかなんかあれ、携帯の、あ、携帯のアンテナ、アンテナね、うん、あ、でもやっぱよく見たら小さいね。貢献して会社も作ったらしい、株式会社も作ったみたいよ。へえ、うん。There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. イケちゃん、来て来て。わあ、おしゃれ。え、これトイレ？トイレ。めっちゃおしゃれ。トイレよ。こんな綺麗なトイレ初めて見た。すごいね。シャレとる。おお、本当や。素敵。え、めっちゃいい。っていうか、これ怖え。これシャレだね。そこで女をするって。ね。いや、すごい。めっちゃおしゃれ。赤いやつや。知らんけど。見て、知らんけど。ちょっとしばらく言うな、これ。こういうやつ、つぼってます。見て。うん。いい感じですよ、うん、おしゃれ。これイタリアン初めて見るね。ビール、うん、いいやん、おしゃれやん。乾杯しますか。はい、乾杯。撮ってます。これはね、私がさっき川で見つけた石に、ワイヤーラッピングをしてみました。3人にプレゼントします。こういうのも、こういうのも、ね、なんでいろいろ、ストーンって書いてあったの、はい、お好きなの、うん、近くどれなの、ほら
今日ほら揚げたあの付け替えができるけどね。種の心理が入ってる。ヨネさんすごいおしゃれな空間でめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。アートです。あのトイレ洗面所、はい、めちゃくちゃおしゃれ。そこも全部あの、うん、物置だったところを、あの自分で DIY をして。あすごい、はい、結構リノベーションしたんですか。リノベーションはもともとここは納屋なんですけど、うん、はい、まあ、そこまで手は入れず。これ築何年ぐらいの物件ですか。築が言えば84年になります。でもすごい丁寧に暮らしてくれてた。いやでも全然綺麗、はい、すごいおしゃれ、目につきますね。こう外通ってもおしゃれだし。はい、ここは、まあ、アートの村っていうところなので、うん、いろんなアーティストさんの作品がたくさんあるので、はい、ここでイベントも ね開催されたりとか、はい、でなんか美味しそうなピザがありました、はい、いや次来たらちょっとピザいただきたいですね。ぜひ、イタリアのピッツェリアになるので。へえ、ここでものどかな街ですね、はい、すごいいい、めちゃくちゃ癒されますね。この山と山に挟まれているので、うん、自然とアートを楽しんでもらえれば、うん、本当ですよね。やっぱちょっと日常を忘れて、うん、こう非日常を感じられたらいいかなって思います、うん、すごい素敵な場所ですよ、うん、ぜひお越しくださいませ。はい、待ってます。はい、ちょっとピザを出していただいたのでちょっと、うん、はい、食レポお願いします、うんうん、どうですか。これマルゲリータですね。そうそうそう、はい、マルゲリータ、うん、お味はどうでしょう。チーズはもちもちして、チーズがもちもち生地も、うん、どこさんのチーズですかね。これイタリアです。イタリアさんの。すごいイタリアずくめ。さすが、日本のチーズと全然違うもん。え、わかる、うん、わかる、うん、チーズってほらたくさん種類があるけどね、うん、俺チーズ好きなんよ。ほんと、うん、じゃあわかるよね、うん、おいしい、うんうん。あとやっぱほらピザって生地も大事よね、うん、生地も種類があるやん。あるかもね、うん、うん、うん、美味しい。チーズ、チーズ美味しそうよ。本当に本当うまい。常陽町の昔は多分繁華街でしたみたいな通りです。これが古いだ、うん、これ、あ、これも古いね。食堂なんだ。食堂、あ、ほんとやそんな感じやね。でもやっとうとこもあるね。ほんとやね。ちょうど日差しが眩しい。わー、すごい暗いの残ったのね。
これ蔵でしょ。ね、蔵。扉がすごい。本当よね。石橋と蛍の里。水が綺麗なんですよ。この町は。スナックとかやないん、これコスモスとかきっと、これも多分なんかスーパーとか、うん、売っとるよ。スナック、これすごいね。でも築何年やろ。あ、だけどここバス来るよ、ほら、さっきんとこより。あ、これ幹線なんだ。だけ多いとね。これ入り使いと本数がめっちゃ多い。大瀬って呼びますね。この通りにね、セブンが1軒だけあります。あとスーパーらしきものはないかな。やっぱ車でね、ちょっとやっぱり町の方まで買い物に行かないといけないですね。おお、出ない、元仏壇屋。あ、福島まで行くんだ、これね。福島ってあれだよ、白壁の町だ。あそこは観光客いっぱい来るっちゃから。バスを貸してもらうか。そう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 、ちょっと路地裏を歩いてます。これすごいね、作りが斜めになっとる。もう住んでない。うん、ほんとやん、斜めに。もう地震来たらガシャンやね。なんかいろんなもんがなっとるね。これ何、これ何、初めて見た。え、洋なし。洋なし。大きいね、ここ。作りがすごいね。なんかこ
これあれやん、なんか鬼瓦、屋根の一番先に乗ったやつ、シャチホコじゃない、コイや、コイ、抜けられるでしょ、すごい廃墟ですね。ほら、アケビよ、これ。アケビやん。うん。あんまり都会の子は知らんけど、これ。ね、これって中身だけ食べるっちゃろ、この。あの透明、半透明のところの、あの種の周りは。美味しいんこれ。私未だに食べたことないけど。